ウクライナ人民共和国、ウクライナ人民共和国、ウクライナ人民共和国は、1917年11月22日から1920年11月10日にかけて、ウクライナに存在した国家である。独立は1918年1月22日。なお、1918年4月29日から12月14日の間は、ウクライナ国を称した。 正式名称は、ウクライナ語で、略称は、アンアである。当時国内でしばしば用いられたロシア語では、となり、略称はウクライナ語名と同じく、アンアとなる。日本語への直訳は、ウクライナの人々の共和国のようになる。ウクライナ人民共和国のほか、観点の違いや、口実のボリシェビキ政権と区別する意図から、ウクライナ国民共和国、 ウクライナ民族共和国とも訳される。また、ウクライナ共和国と略称されることもある。敵対するボリシェビキ勢力も同盟の共和国を立てているが、これとは全くの別国家である。これについてはウクライナ人民共和国、ソビエト派を参照のこと。ウクライナ人民共和国はドニエプルウクライナに成立した史上初の近代独立国家であった。首都は、 キエフに置かれたが、ジトウムイル、ビーンヌイズやなどいくつかの地に、臨時首都が置かれたこともあった。ウクライナ人民共和国は、社会主義を標榜する、ウクライナ民族主義者によって建国された。それまでの封建的な体制を否定し、理想的な民主主義国家を目指し政策の決定が、なされた。すなわち、言論、出版、信条、集会、ストライキの自由の保障。 個人の不可侵、死刑の廃止、それまで反体制的であるとの理由で投目されていた政治犯の大社、少数民族の自治の権利の保障、8時間労働、土地の私有の制限、ウクライナでは少数の大貴族により大半の土地が占有されていた生産手段の規制、戦争の終結などである。しかし、この国家は各国の干渉を受けながら得ることはできなかった。 だが、ウクライナ市の中で、ウクライナ人民共和国の時代はウクライナにも、確かに独立国家が存在したことがあったという、記憶とて生き続けた。ウクライナの独立性は、ソ連時代を経てもなお失われることはなかった。1991年に独立した、現代のウクライナはこの共和国の後継国家であると、自らを位置づけており、国旗や国家、国章を同共和国から受け継いでいる。 1917年2月にロシアで起こった2月革命の影響を受け、ウクライナでも自治組織の結成が行われた。その中心的組織となったのが3月に成立したウクライナ中央ラーダでロシアの臨時政府に対し代表団を送り、ロシア連邦内での自治権の保障を求めるなど交渉を行った。そうして7月16日には臨時政府が ウクライナの自治を認めたことを受けた第二次ウニブルサール第二次宣言委員が発せられた。しかし11月にボリシェビキによる10月革命が勃発すると中央ラーダはこの暴力による革命を認めずボリシェビキのソビエト政府と鋭い対立がかりに陥った。1917年11月20日中央ラーダはウクライナはロシア共和国と共に ロシア連邦を構成する自治共和国であるという第三次ユニベルサール第三次宣言委員を発し、ここにウクライナ人民共和国の成立が宣言された。ロシア側に中央ラーダとの協力交渉にあたる政府が10月革命で存在しなくなっていたため、これは事実上の独立宣言と言うべきものとなった。また、イギリスとフランスは第3次ユニベルサールを受けてウクライナ、 人民共和国の独立を承認し代表団をキエフに送った。この早急なる承認の裏にはウクライナが単独で独王と講和条約を結ぶことを危惧したという理由があった。日本をはじめ他の諸外国も相次いでキエフへ代表団を送り込んだ。この宣言を受けてソビエト政府は中央ラーナの乗っ取りを図ったが失敗し12月には ウクライナ人民共和国に対し、ウクライナでの赤軍、ソビエト軍、ボリシェビキ軍の行動の自由の是認などと引き換えに、ウクライナ人民共和国を承認するとする、最後通帳を突きつけた。外国軍の国内での行動の自由は、当然認められるものではなく、中央ラーダは、この要求を跳ねつけた。ボリシェビキはウクライナへ、軍事侵攻を行うことを決定した。 中央ラーダ軍と赤軍の戦いは、ボリシェビキの先導作戦が回をなし、赤軍優位に推移した。1918年1月14日に、キエフ近郊のクルーティーで衝突した中央ラーダ軍と赤軍は、間に2日間にわたる激戦を行った。キエフ大学の学生を中心とした中央ラーダ軍は、ロシア人を中心とした赤軍に対し、決定的な敗北を喫した。 この戦闘は、クルーティの戦いと呼ばれ、ポルタバの戦いと並んで、ウクライナの歴史の転機となった出来事として語られる。この後、キエフ市内でも潜伏していたボリシェビキ派による武装鉢が行われた。1月22日には、ウクライナを完全な独立国であるとする、第42ベルサール、第4次宣言4が発せられた。しかし、その翌日には、赤軍は、 キエエフのドニエプルサガに達した。1月24日からの2日間の市街戦の後、キエフは赤軍により占領された。ウクライナ人民共和国政府は1月26日から27日にかけて自動ムイルへ逃れた。ミハイエル・ムラビオーフに率いられた赤軍はキエフ市街でウクライナ人住民の虐殺を行った。1月27日には ウクライナ人民共和国とドイツ帝国、オーストリアイコールハンガリー帝国、ブルガリア王国、オスマン帝国との間に単独講和条約となるブレストリトフスク条約が締結された。なお、この条約により第四次ユニベルサールで歌われたウクライナ人民共和国の独立が初めて世界に認められたことになった。ジトーミルでドイツ軍やオーストリア軍と 合同し体制を整えた中央ラーダ軍は、キエフへ進行し、3月1日には早くも、キエフを奪還した。だが、その後ドイツ軍との約束であった、食料調達をめぐって対立が起こった。ドイツ軍の横暴とウクライナ人への下げすみは目に余るものがあり、ウクライナ人の心は、ドイツ軍と連合した中央ラーダかられていった。特に、ドイツ軍のアイヒホルン将軍の出した、 土地工作指令は中央ラーダにではなく直接ウクライナ農民に出され、しかも中央ラーダの禁じた大土地所有を擁護した点で深刻な問題を引き起こした。中央ラーダはこれに激しく抗議し、ドイツ軍は中央ラーダを放逐することを決定した。4月23日に中央ラーダ政府と経済協力を結んだ後、ドイツ軍は 同政府によって追放されていたロシア帝国時代の地主勢力と図らい、新政府を形成することを目論んだ。4月29日、ついに平地ンの政変によりラーダは解散され、ウクライナ人民共和国は一旦その幕を下ろすこととなった。代わって、キエフには平地ン、パウロ・スコロパード・シクイを首とする保守政権が誕生した。この政権は国語を ウクライナ国と改め、ジヌシウグーなど、反動的な政策を取った。1918年12月26日から1920年11月16日までの期間、ウクライナ人民共和国は、ディレクトリア政府によって運営された。ヘイチマン政権を追放し、再び政権を取った、中央ラーダの中心メンバーであった、シモン・ペトリューラやボロディーム・イルビン・ヌイチェーンコラは、 国語を、ウクライナ人民共和国に戻し、ドイツ軍と協定を結んだ上で、キエフを占拠した。ヘイチマン政権に激しく反発し、各地で反乱を起こしていたウクライナ農民はこれを、支持した。しかし、その後ウクライナはペトリューラ率いる、民族主義派、アントオンデニーキンやピョートル・ブラーンゲリ率いる、ロシア人民族主義の白軍、白守る軍。 共産主義であるボリシェビキのソビエト赤軍、無政府主義、アナーキストであるネストル・マフノのウクライナ革命放棄軍、黒軍など多くの派が争い互いに潰し合う激しい内戦状態に入った。こうした中で、ウクライナ人民族主義のディレクトリア政府はわずか3ヶ月しか、キエフを維持できなかった。その後、一旦ポーランドに撤退したディレクトリア政府は、ポーランド軍と結んで、 ウクライナへ侵攻したポーランドソビエト戦争。だが、これによりそれまで協力を図ってきた西ウクライナの西ウクライナ人民共和国との合同は不可能となった。ウクライナ人が地域全体60%を占めるに過ぎず、かつ彼らは農村部の住民であり、都市部はほとんどがポーランド人、地域全体では25%やユダヤ人、同12%で占められていた。 この地域に、ウクライナ民族主義という排他的な民族主義で、盾らた、同共和国は、ポーランド、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナを、合同し、かつて存在したポーランド・リトアニア共和国のような、多民族国家を打ち立てようとする、多民族主義の指導者ゼフ・ピュス付きによって、ミエンズイ文字構想、バルト海と国海という二つの海の間の、多民族国家構想を推進する、 ポーランド共和国とは正面から対立、その結果同共和国はポーランドによる軍事侵攻で滅ぼされ、その軍事組織であるウクライナハルイッチナー軍はポーランドを駆逐するためソ連に頼り、赤軍へ合流することとなった。こうして、ウクライナの東西で分断が起こった。1920年5月のキエフ構成で、ウクライナポーランド連合軍は一時キエフを奪還した。しかし、 連合軍は東、ウクライナからは撤退した。11月10日、ウクライナにおける、ウクライナ人民共和国の命運は尽きた。西欧諸国からの外交的圧力を受けたポーランドは、ディレクトリア以外を、ウクライナの政府としては認めないというウクイナ人民共和国との協定を破って、ウクライナソビエト政府及びロシアソビエト政府とリが、講和条約を結び、 自国の軍事的な勢力圏であった西ウクライナを正式に併合したのである。ボリシェビキに敗れたウクライナ人民共和国政府は、ポーランドに逃れて亡命ウクライナ人民共和国政府を立てた。その中心人物はペトリューラであった。政府ははじめタルヌフに置かれ、その後はルシャワへ移った。しかし、1923年になるとポーランドはソ連からの圧力により、 ペトリューラを国外へ追い出した。ペトリューラは、ブタペスト、ウィーン、ジェノバを転々とした後、1924年末からパリに居住した。そして、1926年3月25日、彼はそこで、ソ連のスパイによって暗殺された。しかし、亡命政府の活動は終わらなかった。政府はいくつかの政治組織の運営の元、1940年代後半まで。 活動を行った。亡命政府は1939年から1940年の間はフランスのパリに拠点を移し、その後はドイツのミュンヘンにおいて活動した。戦後の1948年、亡命政治勢力を結集したウクライナ国民ラーダの結成に参加してウクライナ人民共和国亡命政府は発展的に解消された。 ウクライナ国民ラーダはウクライナ人民共和国の伝統を受け継ぐ機関として長らく活動を続け4人のウクライナ人民共和国臨時大統領を選出した。最後の臨時大統領であるマッコラ・プラバックはウクライナ独立が達成された翌年の1992年8月25日、新生ウクライナ共和国の初代大統領レオニード・クラフチュクに 大統領権限を正式に上として、ウクイナ国民ラーダはその役目を終えた。なお現在のウクライナ共和国はウクライナ人民共和国の後継国家として位置づけられている。ウクライナ人民共和国では、民族主義政策のもと、それまで軽視されてきたウクライナ文化を尊重する政策が取られた。ウクライナ化と呼ばれるこの政策は、 共和国成立以前の1917年10月15日に出された指令に象徴される。教育総書機関であったイヴァン・ステシェンコによって出された学校のウクライナ化指令では、中東、高等その他すべての教育機関でウクライナ語の使用並びに、ウクライナ文化、歴史、地理の教育を行うことが必要とされ、ウクライナ語で授業が行われることが望ましいとされた。 ウクライナ人民共和国の支持母体となるべき、ウクライナ人の多くは、教育に恵まれる機会の乏しい農村に暮らしており、そのため教育をはじめとする啓蒙活動を行う、ことは必須の課題であった。しかし、その基本となるべき、ウクライナ語の整備は、停戦時代の弾圧や、革命後の混乱と、ボリシェビキとの戦いで遅れていた。結局、 ウクライナ語が完成を見るのはウクライナ社会主義、ソビエト共も国時代に入った1927年になってからのことである。ウクライナ人民共和国の軍隊は通称中央ラーダ軍と呼ばれ、司令官の名前からペトリューラ軍ともあだなされた。装備はロシア帝国時代のものを受け継いだほか、ドイツ軍との合同後はドイツ製の新型装備も保有した。キエフには アルセナールのような兵器工場も存在したが、内戦中は稼働していなかったようである。それどころか、ここを拠点にボリシェビキ派の武装放棄も起きている。都市住民は、ロシア人やユダヤ人、ロシア化した、ウクライナ人が多く、都市政党であるボリシェビキは、取り込みが行いやすかった。ボリシェビキとの戦争に敗れた、共和国軍は、白軍や黒軍へ合流するなどして無参したが、一部は、 ポーランドへ渡り、ソビエト勢力やポーランドに対するパルチザン活動を継続した。中でも、ウクライナ放棄軍、ウッパは、第二次世界大戦後に至るまで、活発に活動を行っており、ソ連軍は1950年代になっても大規模な、総統作戦を行っていた。ウクライナ化政策は、ウクライナ民族主義に反対する、立場の人々からは厳しく批判された。 ミハイル・ブルガーコフの長編小説、白守軍でも、昨日までロシア語名で名乗っていたものが今は、ウクライナ語名になってしまったというような、そのことが揶揄される場面が登場する。また、一般に、ウクライナ人は、農村で暮らす農民であり、都市で暮らす、少数のウクライナ人は、ロシア化してた。すなわち彼らの大多数の人々の民族的な、貴族意識は、もともと希薄だったのである。 農村と都市の分断は、帝政時代から大きなもので、民族による違いよりも都市民であるか農村住民で、あるかで互いに軽蔑する傾向があった。中央ラーダが教育を重視したのは、識字率など、ウクライナ人の教育水準が一般に低かったためでもあるが、ウクライナ民族主義の基盤づくりを目的とする意味が大きかった。反ウクライナ民族主義の人々は、こういった偏見で、 排他的な民族主義の勃興を嫌悪し、ウクライナ人民共和国は田舎者の集団であると下げ住んでいた。ウクライナ地方の農民は、エカチェリーナ2世時代にロシア帝国に完全併合されて以来、常に新産を舐めてきた。特に、エカチェリーナ2世の長身グリゴーリーポチョウムキンイコール、タブリーチェキイコのような大土地所有貴族による横暴は過酷なものであった。 ウクライナ国のスコロパードシクイー家も、ポルタバの戦い後のイヴァンスコロパードシクイー以来の大地主であった。地主貴族により、濃度化された農民が苦しめられたのはウクライナに、限らず、ロシア帝国全土において、同様なことであったが、もともとヘイチマン国家という自治国家を有していた、ウクライナでは、かつて小貴族層のようなものであった、コサックなどの人々の間で自治を求める傾向が、 より強かった。また、長らくこの地域を統治していた、ポーランドリトアニア共和国やオーストリア帝国、あるいはこの地域で、社会的に優位であった、ポーランド人、ユダヤ人、ロシア人との闘争を通じて西方から伝来した、民族主義が、ウクライナ人の地方インテリ層の間で根付いていた、ことも、ロシアの他の地方とは異なっていた。また、ウクライナでは、コサックの伝統、 記憶が色濃く残っていた。コサックの市域では誰もが自分の責任において自由を得ることができ、平等な権利を有するという伝統的なイメージがあった。コサック集団が逃亡濃度の受け皿になっていたという歴史もあった。ウクライナ民族であれば誰もが平等に参加することのできる民主的な国家という共通幻想を持っていた。ウクライナ人民共和国は 短期間ではあるがそれを実現した国家として現在のウクライナで評価される。だが国家運営を行った人材が必ずしも優秀とは言えず優秀な人材の揃ったポーランドやボリシェビキに対抗することができなかった。共和国の閣僚はほとんどがまだ二十代、三十代の若い活動家で経験不足が目立つ結果となった。フルシェウシクイは優秀な学者であったが 内戦時に力を発揮することはできなかった。作家であったビンヌイチェーンコも有効な手段を講ずることはできなかった。ペトリューラは敵から最も恐れられた人物であったが、彼が政権を握った頃にはウクライナ、人民共和国の社用は定敵になっていた。さらに、1920年秋には、チフスの流行で、ペトリューラ軍はほぼ全滅してしまった。また、 支持母体となるはずのウクライナ人は農民として各地に点在して居住しており、組織化が難しかった。教育も急がれたものの内戦の混乱ではかどらず、農民は容易にボリシェビキの先導に乗せられてしまった。実際にはボリシェビキは農民を共産主義の敵対者とみなしており、克服すべき対象と考えていたのであるが、その意図を見抜くことは、 高等教育を受けたた。ものにも簡単ななことではなかった独立失敗の最大の原因は、ポーランド共和国、ソ連、南ロシア軍及び英仏などの干渉軍、独王軍などの外的要因であったとされるが、ウクライナ民族が60%しかいない地域であったにもかかわずそれでもウクライナ民族主義による排他的な国家樹立を武力で推し進めようとした。 ウクライナ人指導者たち自身の過激な民族意識そのものが原因であったとも言える。また、無政府主義者、アナーキストである黒軍もウクライナ人民共和国の支持母体となるはずの農民を吸収してしまい、その上共産主義者である赤軍に協力した。ウクライナ領内にあった各勢力が互いに潰し合いを行った結果、どの勢力も自滅状態に陥り、最後は ロシア赤軍とポーランド軍という二大非ウクライナ民族勢力が勝利を二分し、ウクライナを二分した。赤軍に協力的であった黒軍も、結局は赤軍によってその家族も含め殲滅された。当然のことながら、ウクライナ人民共和国の歴史は、ソ連時代にはブルジョワ民族主義的分裂主義として、ウクライナ国内でも全面的に否定されていた。これに、 ウクライナ国内で公然と疑問が投げかけられるようになったのはソ連末期のことであった。現代の独立ウクライナは自らをウクライナ人民共和国の思想的後継国家であると位置づけている。すなわち現在のウクライナ共和国はウクライナ民族主義を基本理念とする国家である。したがってフリブニア支配にもフルシェーウシクイのように ウクライナ人民共和国に貢献した人物の肖像が描かれ、過去のロシア帝国やソ連時代に悪役にされてきた、ウクライナ民族の歴史上の人の復権も行われているウ。ウクライナ人民共和国は時期によっていくつかの政治中央機関によって運用されていた。大きく分ければ、ウクライナ国の時期を挟んで、中央ラーダ時代とディレクトリア時代とに分けられる。また、 ボリシェビッキとの戦争に敗れた後、ポーランドで形成した亡命政府も存在した、以下、主要機関に関しての一覧とする。特徴としては、ドイツ軍との連合後はその取り決め上優先すべき、事柄であった、食料調達のための大臣が置かれていること、土地解放のための大臣が置かれていることなどが挙げられる。ムイハーイロフルシェイウシクイ。 1917年4月29日、ウクライナ人民共和国の国会に相当する機関、中央ラーダの会期中に活動する機関、中央ラーダの執行機関、ウクライナ人民共和国の政府に相当する、第1次内閣、第2次内閣、国民閣僚ラーダはウクライナ人民共和国の独立を宣言した、第4次ユニベルサールにより設立された執行機関。 ウクライナ人民共和国の政府。第1次内閣1918年1月30日から1918年3月24日。第2次内閣1918年3月24日から1918年4月29日。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。